1889年のホワイトチャペルを描いたブースの貧困地図の一部。赤く塗られた地区は裕福であり、黒は最低限の階級。日雇い労働者、街頭の物売り、不労者、犯罪者や犯罪者に準じる者たちの地区。同じく当時イーストエンド・オブ・ロンドンのスラム地区だったオールド・ニコルの一帯。ブースの貧困地図の判例。 ロンドンの民衆の生活と労働は、チャールス・ブースが19世紀末のロンドンにおける、労働者階級の生活と職業の調査を行った、結果をまとめた、多数の巻に及ぶ書籍。最初は、民衆の生活と労働第1巻が1889年に、民衆の労働と生活第2巻が1891年に、合わせて2巻本として出版された。2巻からは、 ロンドンの民衆の生活と労働が署名となり、1892年から1897年にかけて休刊本として出版された。3巻は大幅に拡充されて17巻となり、1902年から1903年にかけて出版された。この研究の大きな特徴は、貧困の分布を捉えた地図の作成にあった。 ブースの調査によって明らかにされた富と貧困の水準が街路ごとに塗り分けられた地図として提示されたのである。この調査の実施にあたって作成されたノート類はロンドンスクール・オブ・エコノミクスの英国政治経済学図書館に収蔵されている。ありがとうございます。